長野県の駒ヶ根という山の中から来たんですけど、今朝あの5時半のバスで、でもう閣議決定というのは最後で、あの孫と小学校の6年生と中学の孫と話をして、あのテレビやなんか見てて、私がこんなのどうのこうのって言ってて、そしたらそう言ってるだけじゃダメじゃないのっていうようなこと言われてね、孫にもね、だからもう私も孫のことを考えたらね、もうやっぱり行っても立ってもいられなくて、で今日はもう今日明日が最後だから、もう自分の意思をきっちり気持ちをね、表そうと思ってきました。退職会見絶対反対、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 ファシストやめろ、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 集団的自衛権はいらない、集団的自衛権はいらない。私たちは周りなりにも70年誰も殺さないで、戦争によって誰も殺されないで来ました。でもそれをね、本当に閣議決定だけで、少数の 人間だけで決めて、で私たちの命を危険にさらすということは本当に許せないと思うんですね。で今福島ではまだまだたくさんの命が危険にさらされている状態です。でこ の原発事故の収束をまず考えなければいけないのに、こんなあのよそにね兵隊を出すなんて、そんなことをやってる場合じゃないんだと思います。はい、それを言いたくて来ました。Thank you.
争とかアフガニスタン戦争とかそういうやつに行けるようになっちゃうんだよってことを言うと、なんかそれは知らなかったみたいな、日本の自衛のための仕組みだと思ってたからっていう話で、知ってる人と知らない人で大きな差があるので、知ったらみんなちゃんと関心持つと思います。子供を少子化って言って産んでほしいっていう割に、なんか本当せっかく産んだ子供を将来徴兵制とかで台無しにされると困るんで、そういうのちゃんと未来の安心を作るような